ヤッホー、さくらです。はい、ということで本日は緊急事態が起きたので普通にカメラ回してます。普通にやばいです。やばいです。やばいです。でも、アサイボールを頼んだのでアサイボールを食べながら話します。やばいです。本当に。みんな聞いて。アサイボールはその事件が起こった後に、その事件が起こる前から頼んでいたので決して調子乗ってるわけではありません。本当にみんなやばい。なんと、桜。ごめんなさい。そうですね。ねえ、アサイ溶けてんだけど。はい、ということですね。桜、なんと、レポートの提出期限を勘違いしてみました。いや。普通3月だと思うやん。普通3月だよね。12月。12月らしいです。12月中。知らないよ。いや、私が悪いんだけど。え、3月じゃない？普通3月で卒業じゃん、高校。なのにさ、締め切りは12月って意味わかんない。楽してない？大丈夫ですか？え、ちょっと待って。いや、そういうのはダメ。本当にマジかと思って。最悪じゃん。これめっちゃ顔でかく見える、やばい。なんですけど、まあでも一応3月の何日か聞いとこうと思って、提出期限を先生に連絡したの。何日までにすればいいですかって。3月の何日までって言うね。そしたら12月の22やったかな、22日までに終わらせてください。いや、マジかみたいな。マジかしか出てこん。普通にやばくない？もうやっちまったよ。でも昨日2時間したレポート。1年生高1の時にレポート始まって、でめっちゃ気合入ってるから2時間とか全然してたんだけど、もう3年ぶりに2時間もしました。終わらん、マジで終わらん。見えん先が、やばい。なんでこの撮影だったらまたします。一旦レポートの話は終わりね。だからまあ死ぬ気で頑張るってことだけを宣言しておきます。チョベリグ。最近ね、私何話そうと思ってたんだっけ。マジで急にカメラ回したからさ、バカだよね。最近はとにかく仕事を毎日していまして、今日は久々の家で YouTube とか案件の撮影とかはしないといけないんだけど、現場に行く仕事が久々にお休みで、今日は部屋の片付けと、まあ、レポートとネイル。なんかだいたいね、休みの日はネイルとかメンテナンス系行くので、今日はねネイルがありますね。ネイル変わるよ。ボロボロになっちゃった爪たちが変わりますので、お楽しみに。最近ね、マジでね、家でねやることがないの。だからレポートとかしかない。なんかね楽しいことがないんだよね、家でする。まあ、レポートしろって話なんだろうけどさ、つまんない普通に。とか料理始めようかなとか思うけどさ、料理もする気なんないんだよね。最近ね、家でとにかくやる気がないですね。家でマジで死んだように寝てるの。死んだように寝転んでるか、死んだように寝てるか、死んだようにぼーっとしてるかって感じですね。うちね、マジでね、友達をね、遊びにね、誘いたいけど誘えないみたいな病気なんですよ、もうこれ。重い病気なんですね。だから、みんな誘ってください。いや、誘ってくれるんだけど、大体誘ってくれる日が仕事で、こういう、なんだろう、たまに空いたオフの日をみんな誘ってくれるわけじゃないから、自分で誘った方がいいんだろうけど。いや、マジで誘えない。ね、なんでさ、うちさ、コミュ力はあると思ってるんです、自分で。
誰とでも友達になれるし、誰とでも結構すぐ心を許し合えるんですよ。私だけかもしれませんけど、それは。なのに遊びにだけ誘えません。なんでしょうか。で、同じ同士いますか。もうね、自分がね、アホに思えるぐらい誘えないの。やばいの。急にコミュ力ないの。でも会ったらめっちゃ話すみたいな。けど連絡がね、難しいです。友達との連絡の仕方を教えてください。うまっ。最近の悩みは、友達を誘えるようになりたい。うんと、レポート一緒、安定に。ぼっとしてるでしょ、私。こうやってぼっとしてるの、ずっと。なんか、家でこんな感じで一人で。みたいな。やばくない？もう、引きこもりんですよ。引きこもりになりそう、このままだと。人も支えないし、家ではぼっとするし。でも、相変わらず一人での行動は好きだから、一人でのご飯は結構あります。昨日なんて一人で中華行ったからね。しかも、全然近くはない。中華が最近めっちゃ好きなの、中華料理。だからわざわざちょっと遠い、めっちゃ遠いわけじゃないんだけど、歩いていけない距離の中華で一人で行くの、すごくない？麻婆飯が好きなの。特に中華料理で一番好きなのは麻婆飯。麻婆豆腐とご飯、麻婆豆腐丼みたいな感じなんだけど、それを食べに一人で行くのが最近の趣味って感じ。かわいそうな趣味でございます、ね、友達欲しい。いや、友達はいるんだけどね。友達はめっちゃいるんだけど、くらちゃんって友達なんでそんな多いんですかって言われるぐらい、結構多いんですよ。けど、誘えない。誘ってください。チョベリグ！聞こえたの？何マジで、この家。この家のキッチンおかしいんだよ。今の聞こえました？ねえ、もうやめて。誰？ずっといるの。もうまず最近の話聞いてほしい。最近っていうか、ここに来て2年ぐらい、もうすぐ2年経ちますけど、ずっと物音とかラップ音がそのキッチンだけ。プラス、キッチンに行くとめっちゃ気持ち悪くなるの。でも時と場合によるんだけど、だいたいキッチン行ったら気持ち悪くなるし、他の人、うちの家に来た人、だいたいキッチン行ったらなんか気持ち悪いとかなるの。え、おかしくない？え、マジで霊感ある人さ、呼びたい家に。どういうこと？え、なんで物音すんのって感じ、いつも。しかもキッチンだけ。ここら辺なんもない。寝る部屋とかもなんもないんだけど、お風呂とか。ただただ、キッチンからずっと物音が聞こえるのね。恐怖なんですけど、バカ。やめて。怖がらせるのやめて、一人暮らしなんだから。でもうち何話そうとしたんだっけ。私ここで宣言しておきます。最近決めたことがありましてですね、私小麦粉今月やめます、うん、小麦ってマジで肌に良くないらしいし、太るのね。なんかいいことあんまないらしいの。炭水化物とかさ、なんかめっちゃやめたらさ、デメリットあるらしいの。イライラしちゃうとか。でも小麦って全然イライラしないらしいのね。だから最近ちょっとやめたから肌の調子いいんですけど、小麦に多分肌が弱いの。パンを食べたら次の日絶対に気持ち悪い。ラーメン食べた次の日なんてもうすごいよ。やばっと思って、うちの肌小麦に弱っ。小麦は私の敵やって思ってやめることしました。食べてないね、それから。マジで食べてない。食べちゃったんだ。焼肉キングの企画で餃子とかも小麦やってことに気がついて、でもうちが避けたいのは、もう餃子とかは正直いいです。餃子とかちょっとだけや、小麦粉正直まだけや。うちがやめたいのは、もうここで宣言します、ラーメン当たり前にやめます。今月ですよ、今月だけですよ。一旦今月やめますって感じです。2つ目、私の大好きな料理パスタやめます。当たり前です。そしてパスタもまあたまにやったらいい。そうです、やめます。で3つ目、パンやめます。ハンバーガーやめます。サンドイッチ
食べません。ケータリングで出ても食べません。絶対に食べません。これをやっていきたいと思います。マジでやめる。普通にね、いらんもん。あの今月来月はイベントとかもめっちゃ控えてて、やっぱりファンの子に会う時に人気にできると嫌じゃん。さくらちゃんのファンやめるってなるかもしれないから怖いので、あの肌の中安をね、よくしてね、最強な美女でね、みんなに会えるようにね、したいですね。マジでね、今月イベント3つぐらいあるし、来月も3つ4つぐらい毎週あるんですよ、イベントが。そうだから、みんなに素敵な桜で会えるように頑張るので、待っててください。じゃあ終わりが、今日はね、マジでね、ゆるゆるのトークすぎて大丈夫そうって感じなんだけど、とにかくレポートのことを伝えたかったっていうのもあるし、なんか最近のね、事情をね、全然ね、話せてなかったから、最近の事情全然話せてるかわかんないんだけど、話しました。そろそろみんなと絡みたいです。みんなのね、悩みとかね、たくさん聞きたいですね。最近ね、企画に困っていまして、企画会議を定期的にするんだけど、結構困っているので、皆さんしてほしい企画があれば、今ならですね、絶対するかもしれません。多いのだったら絶対すると思うので、コメントの方にたくさんたくさんお待ちしております。これからもさくらチャンネルをよろしくお願いします。そしてさくらお願いします。せーの、レポート頑張ります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグバイバーイ。みんな今日も大好き。